委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤忠彦君。ただいま議案となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。両案は一般の政府職員の給与改正に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の報給月額の改定を行うものとするものであります。両案は去る10月25日、本委員会に付託をされ、翌26日、葉梨法務大臣から趣旨の説明を聴取し、28日、質疑を行い、同日、質疑を終局いたしました。11月2日、討論を行い、採決の結果、いずれも賛成多数をもって、原案のとおり、可決するべきものと決しました。以上、ご報告申し上げます。両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。日程第3。競馬法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。